診察室にどうぞ。何？へえ。ところで、よし。お大事に。なあ。戸締まり頼んだぞ。なあなあ。
いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら倒れそう。全校朝礼を行います。先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。鴨志田先生、どうしよう。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。何言ってんのかもしれない。死ぬとか。先生はその病気なんです。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高巻さんに関係をする。ポジション出しとか引いてんだ。かわいそすぎる。デマだったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？捕まるの？すげえ。朝礼は終了します。解散解散して。これ予告通りじゃね？怪盗ってマジだったってこと？この品がなんかされたのか？いや、心を盗むとかないだろう。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。バレそうになったんじゃない。自首のが罪軽いんじゃないっけ。何があったんだろうな。わかんねえけど、鴨志田ってクズだったんだな。ちょ、これマジなやつなの。いきなり自首とか意味わかんない。バレ部どうなの。マスコミとか来ちゃうんじゃない。大騒ぎになる。教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。みたいだな。でもこれで良かったのか。そうだよな。けど展開が急すぎっつうか。高巻さん、ごめん。俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高巻さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。私全然知らなくて
鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。ううん、いいの。それに全部済んだ話だから。おい、そこ早く戻れ。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。つか、よかったじゃん。妙な噂もなくなりそうだし。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。ビビったわ。マジで改心だったな。運よく廃人化もなかったし、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。そうすれば廃人化は起きないってわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから。大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。志保、意識戻ったの。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に言えた。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田に媚びてたの、バレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とか、志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんだ。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃ。さ、私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安堵のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど、改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。